風雲秘密探偵録は、幕末期、江戸上府の久保田藩士であった国学者、平田哲兼、ね、平田延辺種氏が京都及び、江戸を奔走し、国事に関わる秘密を探索して、藩当局に報告した自筆の報告書、探索書、写本、全4冊、東京大学資料編参書所蔵。かつての出羽国久保田藩有筆で、秋田市長を務めた羽生市塾が、 大正元年10月に書いた書に、これ書き、安政、慶応年間、秋田藩士、平田鉄種、道のべだ両大人の京都及び江戸に奔走し、国事秘密を探偵し、藩主、佐竹義高校に法世しところの実質報告なり、薄い狼184通、死数415枚とあるように、本書は、鉄種府市の手元に集約された、書情報を、久保田藩主及び、 反当局に提出した一種の探索書、報告書である。久保田藩としては、幕末の動乱期にあって、藩の政治姿勢を決定していく上で、事象の表面からだけでは、伺い知ることのできない、微妙な事情をも含んだ詳細で正確な情報を必要とし、そのために、すでに藩外にも広く普及し、拡大していた平田国学の人脈と情報網を活用しようとしたのである。 藩主、藩主の儀礼的な交際では入手し得る政治情報は質、量ともに限られていたからである。なお、鉄だね、のべたねからの情報提供に際し、久保田藩内で重要な役割を果たしたと考えられるのが久保田藩重心の小野岡氏である。小野岡氏は、義夫と発、儀礼と三代にわたって平田国学と密接な関係を築いていた。このことは、 反面では、久保田藩の反論を、極力、平田国学の立場に近い政治路線に、引き寄せようという鉄種節の努力との間に、微妙な関係をもたらし、藩内上層部に存在した平田国学の支持者も、巻き込むこととなった。報告の対象年次は、序にある通り、二度の中断を挟みながら、安政年間から、蔓延、分休、現時を経て、慶応年間に及んでいる。 かつ改修本書における年代的に最も古い報告は安政2年後半の江戸幕府に対してなされた黒船来航後の解剖検索に関するものである。この時期から久保田藩江戸藩邸は木吹記者を中心とする平田鉄種とその人脈を利用し始めたと考えられる。鉄種が確認し得た解剖検索は100余りとされるが、 その中で彼自身が最も重要として評価したのは、火永6年7月の品野国岩村田藩の藩主着難、内藤正義の検索、及び同年同月の爆心、かつ回の検索であった。内藤は具足の妙性を主張するとともに、西洋式鉄砲の採用と生成火薬の製造を主張し、価値は洋式軍政の採用と軍事学校の建設、 特防衛を強化した上での海軍創設、海軍建設資金調達のための耐震国、朝鮮、ロシア貿易の進行などの構想を示した。安政5年の新条約直去問題から、同年後半より始まった安政の大国にかけての時期には、大国開始を告げる手伝えの京都書館が絶え間なく、仲裁されており、そこでは捕獲された人々に対し、 一貫して同情的に出力されている。しかし、大老、いい直おすけらばっかくの権力は万全と見られた。ところから、平田情報の価値は、むしろ源氏半島局にとって大国における荒烈な政治眼圧は、強い負を引き起こしたところから、一旦報告は中断する。桜田門外の変第一次、東前寺事件、大原重徳久保田半島局のもとに、 平田情報が再び寄せられるのは、桜田門外の変の直後の万延元年3月のことであった。幕政の中枢にあった家、e、が、白昼光然と江戸城桜田門外で殺害されたことで、幕府権力の動揺が検出し、半島局は再び先の見えない状況に陥ったのである。文久元年5月28日、有賀が半やら水戸の老子14名が、 江戸高輪の英国公使館東禅寺を襲撃した第一次東禅寺事件の平田鉄種の報告は正確にして詳細を極め久保田藩としてもその情報に深く一挙せざるを得なくなったその情報源は東禅寺団下東海道品川塾の名主幕府目付下座見幕府外国奉行治療に駆けつけた医師 近隣の人々、当日、東ゼンデラ詰めの旗本、外国方などにまで及んでおり、一班の当局者が、これほどの情報網を江戸市中に張り巡らすことは事実上不可能であった。7月に入ると、ロシア軍艦津島占領事件に関連して、外国奉行の小栗忠政が辞任した内部事情やイギリス艦隊による海岸測量の意図に関する考察。 水戸徳川家と幕閣との不仲などが報告されている。11月には王女、和宮の江戸への降下行列をめぐる情報が提出されている。そこでは行列グのお六の公家がおびただしい数の方向人をや問い入れており、その中には品位に欠ける者も,も多く混じっていて、通過するそれぞれの宿液で大いに迷惑をこむっていることが指摘されている。この時、 平田国学の稲谷における中心人物である飯田の岩崎長代は、鉄種に対し詳細な書状を送っており、幕府によって高架行列の荷物運搬に借り出された北越のスケ号人足が3日間も食事を与えられないどころか、逃亡者が竹で打ち据えられたり、鉄砲で撃たれたりするなど言葉にできないほど、ひどい仕打ちを受けたことを伝えているが、鉄種は、 長与の書簡をそのまま本書に収載している。文久2年に入って、老中、安藤信正暗殺計画に絡んで、1月12日の、宇都宮藩主者、大橋突案の捕獲、同月15日の坂下門外の変、襲撃された安藤信正の不詳の程度を、を残刊上の敵比、変に関わった人々の動向など一連の事象について、一部人を使って、 探りを入れた上で詳細に報告している。4月、薩摩藩の実力者、島津久光の挙兵上落によって、京都情勢が激変し、久光上落に関わる、主樹の風文や、寺田や騒動情報が報告されている。また、5月には、直主として、大原重徳が、薩摩藩兵に護衛されて、江戸に下校することが決まった。久保田藩主、佐竹義成は、 幕府への忠誠を貫こうとする立場から江戸に散布したものの、事態の急変は彼を不安にさせ、江戸から大宇の宮天綱の信源に基づいて5月18日、鉄種着難平田延辺種を京都に派遣して、隠密探索を命じた。延辺種は、門弟の角田忠之を同行させて、約1ヶ月の経常探索を行い6月24日に江戸に戻るが、その際、 岩倉ともみの久保田藩国事圧戦要請書館をもたらし、当局者たちを悩ませている。一方、江戸に下った大原重徳は、6月末、死者を鉄種のもとに送り、仙台平田厚種の全著作を朝廷の学習院に堅納する旨要請して、鉄種を大いに感激させている。重徳は久保田藩からの献上も示唆したが、 諸藩の事情も勘案してその儀は遠慮し、大急ぎで準備できた分を鉄種が重徳のもとに、直接持参する形となった。文久2年の後半は、朝廷内での強硬派の形成や直視参上、耳の江戸下校、諸大名への内ち直効果などの諸情報、鉄種文門人で、白川白鸚家関東集約の古川商作によって10月に提出された。 人技館最高研白書の写しが、半島局に報告された。佐竹義孝清香は、八郎下関戦争アメリカ軍艦ワイオミングの攻撃で撃破される、長州艦隊。爆発しているのが、水野犬丸で、左奥二隻のいずれかが、甲信丸大原、三条領直視の下校や島津、久光が主導する文級の改革を経て、自流は、 宝直上位の方向に大きく傾き、将軍上落の決定とともに、それに、先だって将軍後見職となった、徳川義信が、文久2年12月、江戸を出立して京に赴いた。佐竹義孝も、翌文久3年に1月に上落することとなり、それに先立ち宇都宮の立つが上京、新たに、物頭各本学頭取に就任した鉄伝根も、 文久2年11月27日、上落を命じられた。同行したのは、角田忠之、野木正太夫、小林洋一郎であった。父に引き続き長男、信太郎、次男、三木哲也も上京、加えて、平田府市の上京と、国事圧戦を後期だとして、門人の長老閣であった、権田直介をはじめとする平田国学の尖りく族と、京都に参集して、 高直上位の運動を、下からさらに促そうとした。これにより、当時の京都はさながら、平田門人総決集の様相を呈した。こうした矢先に起こったのが、平田門人たちが直接、関節に関わった、文久3年2月22日夜の足利三代、木造教主事件であった。鉄種自身は判明を帯びての状況であり、この事件には全く関与していなかったが、 心情的には門弟たちの行為は、是とされるべきと考えていたものと思われ、関係者を一斉捕獲、殺害した京都市五職、松平片森を藩主とする藍津藩に対する、備前国岡山藩の厳重抗議文、また、総毛書士による関係者赦免要求の諸見クが、収裁されている。さらに、江戸に戻った鉄種に対し、京都から発信された書簡も収裁されており、 そこには、報告責心の有事、数とたりとも外エビ切迫の折から、悲鳴に、相囲こうことを痛み、大舎が出たにもかかわらず、例のごとくばくりがこれを抱え込んで知らせないため、下には達せず、混乱が収まらないことへの憂慮が記されている。文久三年四月十三日の幕府資格による、清川八郎の暗殺、翌四月十四日の老仕組の責任者、高橋泥衆。 山岡鉄州、松岡万羅の悲鳴、それに続く、労使組の改組縮省による、新調組の発足などについても詳細に調査され、国名に報告されている。4月20日、上位決行期限が、文久3年5月10日と決したのに対し、対外戦争の回避と、徳川家持の将軍職事態を主張した3、奉行上書が5月6日付で提出された。これに対して、 爆心棒による過剰書きの体裁を取った論爆書も直ちに出されたが、鉄種はこれらをいずれも素早く入手しており、幕府内部事情についても相当通じていたことが伺われる。論爆書は山岡鉄秀ら幕府内の尊能上位派の主張に近く、当時幕府が抱え込まざるを得なかった矛盾を踏まえた上での立論がなされていた。さらに、鉄種は、 幕府目付、杉浦誠の5月付建博、すなわち、幕府は、今までのような曖昧で、場当たり的な処置では、挽回が難しく、一旦拝命した、上位を断固包帯して、国位さらばりの方面に奮発しなければ活路はないと、する主張も記録に残している。上位決行予定日の5月10日、幕府の横浜港での姿勢はいかなるものであったかについては、 同地に詰めていた総毛の志士たちの翌日付給報で抑え、同日以降の馬官海峡封鎖と外国船に対する砲撃の一切については、砲撃に加わった後進丸上院の手記を入手し、さらに、京都の情勢については、京都発信所管より、5月20日の作兵門外の変も含めて把握していた。こうした中、5月中旬以降6月にかけて、幕府が、 法直上位を実行する意思も力もないことが次第に明らかになっていく。平田のベガネは6月中旬、藩主、佐竹義高はいち早く朝宗を重んじて、倒幕の巨に出よという趣旨の、飛流回転の憲白を、藩島局に上層している。8月、後部合体派によって三条耳ら尊皇上位白下や、 長州藩の勢力が京都より追い出される8月18日の政変が起こり、その結果、全面的上位から横浜佐幸へと対外方針は変更されたものの、久保田藩での平田派の地位や平田府市からの情報提供の仕組みには特段の影響はなかった。長州一藩が排除されたとはいえ、朝廷が諸大名に直接指示する、朝廷優位の体制はなおも継続していた。 こうした中鉄種は、撮影戦争、8月18日のクーデター、8月16日の長戸国小法における幕府問責し、中根一之将の殺害事件、8月から9月にかけて、山和国で起こった、尊重派初の対幕府武力放棄である、天中組の変、10月に、田島国で、平野国を見らが起こした、幾野の変などといった、諸情報を伝えているが、 幕府に対しては一貫して批判的である。風雲秘密探偵録には、8月18日の政変は防犯合図の暴略によるものであるとの見解を示した書簡、政変後の京都が、市中にても、長州様をことごとく、忍ぶ日サルコとして流行感も添えて、落内での長州遺棄を伝える書簡が収録されている。一方、 政変後孤立して苦境に陥った長州藩は、文久3年末から翌年にかけて、藩主直書を携えた使者を各藩に派遣し、自藩の正当性を主張させていたが、久保田藩においては、その仲介役として平田信種が選ばれ、長州藩内の平田門人の紹介で、長州藩士、有福藩右衛門が、信種と面会、続いて、佐久間勝三郎。 さらに上役の木梨彦右衛門が、ノベダと面会し、久保田城下に赴き藩主に、主君辞記書を渡すことを依頼した。天狗党の乱言寺元年に入ってからの情報は、上佐国における、新中組の宝庇、上野国赤城山への老子結集の流言、長州政党化上位化をめぐっての京都政局の、同様、三戸天狗党による、筑波山挙兵の経緯、京都市中の張り紙、 天中組老子の処刑、水戸藩内の闘争など多岐にわたるが、この時期は京都市営、一橋吉信に対する高い期待と評価が全面に押し出された筆致となっていることが特徴的である。筑波税の増大、藍津藩の境内での孤立、横浜でのこれら流行、徴収税の大量状況、それにまつわる風文などを記したのを最後に探索書は一旦途絶える。これは、 源氏元年7月19日に勃発した金門の変において、長州軍が乾杯し、8月上旬には下関で四国艦隊砲撃があって、在国勢力も壊滅的状況に陥ったことによって、中央政治も急展開の様相を呈したからであった。長州藩は朝敵となって政党の対象となり、筑波税に対する幕府、 諸藩連合軍の攻撃も激しさを加えた。久保田藩としても、とりあえずは、幕府の方針を注視しておればよいという情勢になったのである。それを受けて、国元の秋田では、吉田松陰の地規でもあり、平田派を支持していた、勤皇派の渋谷敦貴が国家老の職を罷免された。久保田藩では、朝廷より、 現時元年冬の京都経営を命じられており、藩内の勤労派は速やかに経営に向かうことを要求していたが、一方では7月下旬以降、幕府から筑波勢の暴行に対処するために経営人数を引き連れて江戸に出布せよとも命じられていて、その対応に苦慮していた。藩主、佐竹義隆はまずは江戸に出て様子を見て、 状況許可を得ることとしたが、幕府は吉高に状況許可を与えなかった。江戸大府中、再び幕府の部位が確立されていくことを感じ取った、吉高は、藩内の尊老派を一斉に処罰した。平田信べは、健常法秘免、遠慮処分に処せられ、片岡窯の進む、鈴木三郎太郎、青柳忠春、遠藤玄生、富岡虎之助、豊間玄之進。 井口忠氏は状況具不悲鳴の上、国元への帰還を命じられ、小川亀を高瀬健平、村瀬佐一郎、伏瀬銀平らは、それぞれの役を免じられている。久保田藩内には、それでもなお平田派に対する警戒心を隠さない砂漠、保守の人も少なくなかったが、現時元年から翌年にかけて、全国諸藩に共通して吹き荒れた政治反動の嵐の中では、むしろ、 久保田藩の処罰は田藩に比べて穏やかなものであった。源氏元年に途絶えた平田報告が風雲秘密探偵録に再登場するのは慶応3年9月のことである。大政奉還の経過とその後の朝廷政治、江戸の政治状況などが報じられ、母親戦争の端緒となる翌慶応4年のとば、伏見の戦いの報告で探索書は終わっている。江戸に滞在していた。 佐竹義孝は12月9日に、王政復古の大号令が発せられたことを知るや、直ちに一旦国元に引き上げて、状況を見極めようとし、そのための京都工作に、本学頭取の平田鉄種を当て、彼に対し、12月20日に、藩主建範を傾向して状況するよう命じた。また、着手のべだねに対しては3年前の遠慮処分を解き、やはり12月10日付で、 本学教授に任命した上で、自らの帰国に随伴させたのであった。平田鉄種は、天保元年に入門した、道の区国総魔軍小高里の新職高玉民部、一人に対し、校歌2年から明治12年までの間、161通もの書状を書き送っている。また、書資料には、鉄種が国学を学びたい人には書籍を貸し出してやったり、 飲食の世話をすることまであったことが記されている。このことから知られるように、鉄種は個々の門人をとても大切に思って根節丁寧に接しており、また、超人的な通信活動は遠距離の門人を含めて門下全体に及び、ここでやり取りされた情報は膨大なものになっていただろうと推測される。厚種の生前の門人が五十三人、慶応三年までの 厚種没後の門人が1330人であり、鉄種は岐阜、厚種の境学を広く全国に普及させようという強い熱意と類まれな組織能力等を合わせ持っていた。このことは幕末の平田国学を強力な思想集団にまとめ上げるとともに幕府や諸藩といった高権力が作り上げた情報網を除けば質、量ともに当時最大級の情報ネットワークを 形成することに寄与したのである。平田鉄種は、矢部厚種以来の江戸生活により、幕臣や旗本家臣の中にも、数多くの門人や関係者を有していた。また、門人帳には、使命はないものの、坂下門外の変の時、御家人、和田聖三郎や一橋家家臣、大島東一郎、旗本家臣、大野浩二といった人物は、鉄種のもとに、 安藤信正志望説をもたらしており、指定関係の外側にも、学問的な交流の場が広がっており、情報網はそこまで及んでいたとみなすことができる。その広がりは多くに近いまかない方や、番書調べ書などへも広がっていた。鉄種の江戸情報の多くは、江戸に在府する諸藩の藩士によってもたらされた。 幕府情報を最も入手しやすかった鉄種の門人の一人に、加盟5年に入門した、美濃国苗義藩士青山慶通がいる。青山の主君、苗木藩主演算ともつまびらかは、江戸幕府の創社番を務めた後、長期間にわたって若年寄りの養殖にあって、青山は主君のもたらした公文書を書写する立場にあったのである。なお、 青山は正義を害したとして鉄種より破門されていた、淡路国出身の国学者、鈴木茂種の暗殺に加わっている。丸山桜被然国島バラハンは、丸山桜の仲介によって、多数の門人を抱えていた。文久元年11月に上京して、翌年2月の当人での足利三代木造、教主事件に関与した後、5月には、 下関での外国観光劇に参加。7月に京都高台寺を焼き、8月には江戸で鈴木重谷暗殺事件に加わり、さらに水戸天狗島の乱に加わったという小林洋一郎、また天中組の変に一番隊長として参加した、ほぼ一の心は共に鉄伝いの門人であり、彼の情報提供者であった。また、島原藩と並び平田国学の影響が及んだ藩に、 美全国岡山藩がある。安政6年2月に西川吉助の紹介により入門した岡山藩士の宇野助太郎は情報提供者であったと同時に文久2年中に野ル九左門と岡本太郎という二人の岡山藩売審を手伝ねの元に入門させ、当時院の事件への岡山藩関与のきっかけを作っている。平田手伝ねは長州藩、薩摩藩、 土佐藩、熊本藩といった、西国と座間大名の大藩の中にも、情報の手がかりを作っていた。長州の瀬良孫槌や渡辺玄宝、薩摩の町田直五郎や岩下方平は門人で、あったが、土佐の浜田森の進む、日後の大田黒友、薩摩の内田正風、海田彦之コ城は、鉄種とは直接の指定関係を結ばないものの、情報提供者であった。 越前国福井藩で、松平春学のブレーンの一人であった、中根幸恵、伊予国大須藩の渡辺ゴンスケらの門人も、鉄種への情報提供者であった。意外なところでは、伊勢国津藩や桑名藩の門人からも、情報提供があり、砂漠を反論に掲げる藩の中にあっても、それぞれの藩士の考えには、かなりの幅があったことが伺われる。水戸学の画上の水戸藩からは、 非常に多くの情報提供がなされており、鉄種と財布見戸藩士の接触は極めて密であり、鉄種不死は相当の見戸藩の動向や幕閣との関係など相当深い内部事情を知り得た。これら、幕臣、諸藩の人々のほかに、鉄種不死にとって不可欠だったのは日常的に私塾気吹者に出入りする身近な門弟たちであった。特に、以下に述べる。 医師の諸岡と、大竹、神職の三綿と、角田、剣豪の宮田の5名は、江戸を活動の場とし、鉄種を取り巻く側近のような役割を担っていた。江戸の以下に生まれた、諸岡正種は、江戸情報の最大の供給者の一人とみなされる。正種の妻の兄が若年より、加納久明の取り次ぎと踊りだった、関係上、江戸幕府の内部情報を入手することができたのである。 三河国岡崎出身の大竹秀才も、医師で正式な入門は、源氏元年となっているが、それ以前から普段に木武記者に出入りしていた。彼の場合は、幕府目付などを歴任した旗本黒川政体のかかりつけ医だった、関係上、幕府の内部事情を仕入れることができたのであった。伊予国久米軍の新職、三田綱一郎は、花は富の塾に2年ほど学んでいたが、 鉄種はこのことを利用し、背景調査の件に関し、三股を花屋に会見させ、事実を正させたことがあった。信濃国岩村田藩の新職、角田忠之は木武記者での死の仕事を補佐しつつ,つ、老中、久世広金の動きなどを探っていた。名主出身で、剣術家の宮、和田又左衛門は、千葉修作門下で激剣を得意とし、安政六年に諸岡の紹介で入門し、 国学を学んだが、彼も、情報提供者の一人であった。この他に、江戸周辺の平田門邸、遠隔地から江戸を訪れた門帝も、江戸及び近在、あるいは広く、関東地方の状況を手伝え不のもとに、報告している。安政7年3月の桜田門外の変の、発生によって、安政の大国が集結し、世上では、後部市場への気球が高まる一方、 諸藩による国事圧戦活動も活発化し、文久元年には、長州藩の長井川学による、朝廷、幕府に対する公開演略策の検索や、翌年の島津久光の挙兵入居及び、調整、幕政改革要求等をもたらした。さらに、これらを端緒として、朝廷、幕府、諸藩を中心とする、交部一話のあり方が各所で模索され、京都を舞台に、 政治改革に向けた政治運動が更新していった。こうした中、文久2年4月29日、久保田藩主、佐竹義成が散布、同年5月18日、久保田藩は、鉄種の長子平田信種に対し、先行き不透明な京都情勢の探索活動を命じた。信種が、過労、小野岡義麗に当てたと思われる提出書には、京都、 大阪での情報探索、特に表向きの風雪では把握し得ない内密、極密情報を入手する必要性を述べており、そのためには密事に携わる人物との間に同志関係が成り立っているように見せることが肝要で、さらに同情人と信仰を取り結ぶことができれば、極秘情報の詳細が入手可能であるとの見通しを記している。岩下方平、小川和都氏、 延べ種は5月20日に、江戸を発し、大阪を経由して6月7日に、伏見の久保田藩邸に到着しており、到着早々、薩摩藩士、岩下方平と対面して、寺田屋騒動の天末や久光状況の目的について尋ね、長戸国庁府藩の船越製造らより、長州藩の内外情勢取り分け、長井科学の長州藩内における地位について、探りを入れている。 6月9日、文国二岡藩の小川和俊と面会し、小川の活動の目的について説明を受けた。小川は安政6年に木武記者に入門した平田国学文化であり、延べ種とは婚意の間柄であったが、安政年間には熊本藩の宮部定蔵や久留米藩の牧田持信とも交流を結ぶなど藩の内外で活動し、薩摩藩の有馬新七らと共に、 文久2年の伏見挙兵計画を主導するなど、京都周辺での国事活動に奔走していた人物である。小川が延べ種に語ったところによれば、久光挙兵の風文を受け、中国、四国、九州地方の諸藩の勢力を急合して、薩摩藩への共同を目指しており、寺田屋騒動の後も、小川自身は、薩摩藩邸に身を置きながら、活動を継続。 列藩が朝廷を包帯する体制の確立を活動目標としていた。延べ種は、翌6月10日、小川より岩倉智美との面会を仲介され、14日、岩倉より呼び出しを受け、6月15日、久保田藩国事圧旋要請を受けた。このように、京都情報は、小川和俊及び平田延べ自身によってもたらされ、 情報源の開拓も一部彼らによってなされたのであった。翌文旧三年、今度は、鉄種が藩主、佐竹義隆の状況に先立ち、過労宇都宮天綱に随伴する形で、状況することとなったが、この時、鉄種は、久保田藩の思惑が、薩摩、長州、土佐の諸藩のような国事活動の展望を伴わない場合、自身の状況は帰って、久保田藩にとって、 不都合を招く懸念があると半島局に指摘していた。この懸念は採算の禁止にもかかわらず、京都駐在の久保田藩内平田派勢力が藩外のものと盛んに交際することによって順応派との圧力を強めるという形で的中したのであった。風雲秘密探偵録における京都情報の情報源では上記のように 鉄種、延べたね不死地震によってもたらされたほか、大見国の豪商国学者、西川吉介からの書簡からもたらされた情報が重要である。西川は、高下4年に鉄種の元に入門した、大見八幡出身の星川をなう商人国学者であり、海元年には自宅に国学塾規制官を開塾して同地に平田国学を普及させた。西川は遅くとも、 安静年間には、鉄種と、諸通を交わしているが、鉄種からの返信書簡は、詳細を極めた長文で、根節丁寧なものである。それゆえ、西川も、私、ま、のもとに普段に情報を送り続けていたのであった。西川は、京都情報の主要な提供者の一人であったが、その調達先は、彼の制御や、活動範囲の広さもあって、次のように多岐にわたっている。 大海における彼の親類演者、使用人、門弟、碇友奈々、桃野社、八太郎、田中智国、小島伝兵衛、野谷一兵衛、小島一郎、本城慶造、車戸造主、武郎大住、江波昌兵衛、宇月久志信など、彦根藩勤農派藩集団、谷哲臣、渋谷俊造、北川厚枝など。 信濃国、美濃国の木武記者門人、新州稲谷の倉沢陳五兵衛、農州中津川塾の、市岡院生、相田秀則、相田一太郎、ひだみちてる、日立国二張軍出身ながら間のところにいた、磯山与右衛門、稲郡、友野村の松尾田聖子、原遊ぶ際、道軍伊田の久保田健吉、鉄谷側近だったが、当時院事件に関わり、稲に潜伏していた、 津野田忠之など、関東地方の木吹者門人、権田直介、権田俊介、宮西諸女、原田七郎、立川康平など、警設官の尊皇派、大国高政、谷森義富、家武京、山中誠一など、九行家臣と、その関係者、大口自然、矢野玄道、岩崎長代、近藤至る国、木村忠明など、 京都で、厚種著作を販売する、書籍賞、池村国則、池村国を、小川清派一について、西川の預けられておった、江頭村は、中仙道に近く、中仙道、東海道の合流地点である草津塾からもそう遠くなかった。田中友国は、久留本郡、辻村在住であったが、辻村は、是々半量だったので同伴の情報も知り得た。小島、 野や、小島、本庄はいずれも、西川の郷里大見八万の住人で、彼らは、西川の代わりに上京して、情報を収集したり、西川宅に来訪して様々な風文をもたらした。に、このうち、谷は、西川と、修正信仰を結んだ間柄であった。不代大名筆頭閣の家柄である飯谷彦根藩は、天中組追悼、金門の変、長州政党など、 あらゆる局面で幕府を支える側として重要な国事に関わり、彼らはその藩主として関係せざるを得なかった。彼らは頻繁に彦根と京都の間を往復することとなったが、大見八幡も江頭村もその途中にあり、そこでもたらされる情報は極めて重要なものであった。なお、彼らは立場上、変名を使うことが多く、その全容は未だ解明されていない。 3と4の人々は、状況の機会もあり、諸通の便利も多かった。権田直介は、平田門下の長老的存在であった。5の、関羽京は、マシューペリーの裏払い工事には、江戸で活躍していたが、文久三年以後は、京都で活動しており、西川の元にも一度ならず訪問している。6と7は特に貴重な情報源であった。 伊予国出身の矢野玄道は、鉄種とは、同郷で、平田門での最大の赤学であった。また、大口を別とすると六と七は、相互に、極めて結束が強く、鉄種、ね、述べ種とも直接連絡を取り合っており、さらに、彼らは、主からの書簡を回覧することもあった。書籍賞の三人は商人であると同時に、国学の都でもあり、伊勢谷は、美濃、 死なのにも広く書籍を販売しており、同地の平田門人との交流も深かった。このようにして形成されていった情報ネットワークは、互いに政治情報をやり取りしていく中で一層同学、同門意識を強めていくことになった。当時作成された厚種没後門人帳が全国各地に見受けられるのは、同門の人々を確認するのに、 これが最も有効な道具であったからと考えられる。そして、実際に従来面識もなかった同門の人々が、互いに各自面会したり、諸通を交わし合うということに用いられ、そうした機会が増えていくのであった。ありがとうございます。